白井慎太郎から1932年12月10日は日本の実業家、政治家、合派女会。藍津若松城下で過六五百国の上級藩士である白井家の長男として生まれる。父の五郎太夫は、林安定と共に反対砲隊頭を務め、とは、伏見の戦いで討ち死にした。母親戦争後に再建された日進館に学び、上京後は、 秋月定次郎文化として、勉学を続けた。1884年には、東製図の中国府人に随行。新国改造運動に加わった。1年後には日本へ戻り、伊深か彦三郎、中野次郎らと同居生活を送った。中国との貿易に従事し、1891年には、東方教会の設立に関わり、幹事を務める。 ついで、水野従うの終戦によって、台湾へ渡り、小玉健太郎、野木マレスケ、五新平ら日本の台湾統治に関わる要人の、地遇を得た。白井は19歳の折に、士官学校で警承を抗議したことがあり、居合わせた野木とは、面識があった。白井の台湾入りには、野木の推薦もあったと伝わる。台湾総督府に、 事務職宅として、席を持ち、また、台湾商工講師を設立して、後に顧問となり、土費の説得や食塩専売制度の整備に従事している。1906年に日本へ戻り、静岡県で電力、鉄道事業に携わる。キート相場で財を成した実業家、小野金力の出資を得て、富士水力電機の設立に関わり、 専務として経営に参画。スンズ鉄道の社長も務めて財をなし、1917年の第13回総選挙で若松市から当選。白井と時点の芝四郎との票差は一票で、無効とされた芝票の取り扱いをめぐって、大審院で選挙無効とする判決が下った。白井の所属は新政会である。1921年には、 社会局地論を表し、大熊茂信、後藤新平の序文を得ている。晩年は一社を経営したが1931年に、病を得、翌年没、去年71。白井は、藍遣会の漢字総代を務め、また、地商会の参助員であり、教理に対して多額の援助も行った。白井と林恩介は、旧藩時代の家録が同じで、またそれぞれの父、 祖父が、蕎麦、伏見の戦いで打ち死にした、反対砲体頭という共通点があった。白井は、同郷人の集まりの場で林に抱いていた不満を述べたところ、林は激怒した。しかし、周囲の者から、白井の来歴を聞かされ、態度を改めている。秩父の宮洋人氏神道の日に決定した、松平節子が米国から帰国した際、節子の上陸前に、 国内省交官の他、伊津松平家当主の松平、野草が歓迎に出向いた。これに従ったのが、林厳介と、白井である。妻は、森岡藩家老の違い交官の南部次郎の次女、慶子、古妻は、湯派藩の藩主家当主、内藤正清のおば、長男の白井隆一郎は、河原山鉄道社長などを務めた、実業家である。隆一郎の妻は、死尺、 山内とヨ家の姉で幕末の土佐藩主、山内陽道の孫にあたる。白井の長女美代子は、蕎麦、伏見の戦いにおける、幕府軍最高指揮官であった、徳川義信の孫で、義信の四男、徳川敦氏男爵家の当主、徳川信隆に嫁ぐ。ありがとうございます。